ライフスタイルを提案していきます。月刊リーフは毎月25日発売です。 797FM。からグリーンコミュニケーションご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、人と人心が通う環境をつくる厚生会武田病院のご協力でお伝えいたします。今日からグリーンコミュニケーション。この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、まだまだ寒い日が続いています。私はちょっとこう風がなかなか治らなくて、ひどくはならないんですけれども、ハスキーボイスだなと自分でも思いながら、皆様どうぞこの悪性を我慢して聞いてください。よろしくお願いいたします。さあ、本格的な早く春が来てほしいなというふうに思うんですけれども、ラジオをお聞きの皆様いかがお過ごしでしょうか。さて、今回は2月1日に60周年を迎えた日本のテレビ放送のお話です。テレビ60年、テレビはこれからもメディアの王様であり続けるのか、そんなテーマでお届けします。さあ、テレビといえばこの人、メディアといえばこの方です。国際メディアアナリスト、ノートルダム女子大学客員教授でいらっしゃる住井隆夫さんです。住井さん、こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。はい、こちらこそよろしくお願いします。はい、住井さんはこうメディアに関わり続けてもう何年になられるんですか。そうですね、テレビ60年ですが、58年に日本テレビ入ったから、それからずっとだから何年になりますか。55年ぐらいね。まあすごいです、はい、テレビが60年で、はい、住井隆夫のメディア史が55年ということで、はい、はい、今日は本当に頼りにしてますという感じなんですが、はい、まさにテレビの歴史とともに歩んでこられた住井隆夫さんですが、2月1日に日本のテレビ放送初めて始まったんですか。そうですね、 NHK がね、今から60年前の2月1日に電波を出したんです。はい、どんな放送だったんでしょう。で、同じ年に日本テレビが8月に、はい、放送開始するんだけどね、はい、まあ、一番開局の一番最初は式典だから、開局式典だから、なんか歌舞伎の三番叟とか、なんかそういうご祝儀用のね、歌舞伎のなんていうのかな、まあ、おめでたいなという雰囲気を醸し出す、はい、歌舞伎役者が来て、踊りをね、歌舞伎舞踊を踊ったりするって、どっちもそういう共通してましたね。あ、日本テレビの場合も第最初のスタートはそんな感じだった。そうです、はいはい、そうですか。こう24時間放送とかそんなんではもちろんないですね。もちろんなくて、ほんのちょっとだけ言う、日本テレビは一番最初は夕方6時ぐらいに放送が始まって、9時半だかぐらいに終わるっていうでした。 NHK もまあそんなもんでしたね。そうですか。長時間放送できないから、生放送ですからね、毎日毎日長時間できないから。全部生放送なんですか。そうです、生放送だって。その頃は録音録画っていうのはできなかったわけだからね。だから生放送です。全部生放送。それってすごいですね、考えたら。あと生放送にプラスして、フィルムをね、かけるっていう、テレシネっていうのは、テレビジョンシネマルームっていうんだけど、テレシネっていうのがあって、そこでフィルムを回すっていうのもありましたね。それはなんかの、例えばチャップリンの映画を上映するとか、チャップリンの映画じゃなくて、ほら、アメリカ、まあ、日本テレビの場合は、はい、アメリカと密接な関係できたから、アメリカのテレビ局からテレビ番組が来るんですよ。はい、テレビドラマとかね、とか、アニメなんかも来ますけどね、それを放送
するのとスタジオでやる生放送と両方ですね。その組み合わせでフィルムとね、はい、最初は放送されていたということなんですね、はいはい、それはなんか今よりある意味すごいなという気がしますね。生放送ってやっぱり当時慣れない中で生放送って生放送大変ですよね。大変ですね。大きな大きなテレビカメラも非常に大きなバカでかいテレビカメラでしたからね。そうなんですか、うん、それにレンズが3本か4本ついてぐるっとパーリーっていうのを回しながらね、はい、映像を撮ってスタジオにもカメラが当初 NHK も日本テレビもそんなにカメラなかったからに例えば NHK のスタジオに2台あってね、あれ日本テレビも一つのドラマでも何でも2台か3台のカメラで、次のスタジオに次の時間になって番組が始まるとそのうちの1台を持っていくとかね、カメラが移動するっていう感じなんですか。カメラが移動するんですね。いやすごいですね。だからそうカメラが移動するけどカメラがケーブルがついてるからね、太い太いケーブルがついてますね。スタッフでケーブルさばきっていうのが一つの職業になっていてね、はい、いろんな避けながらケーブルを持ってカメラと一緒に走っていく人がなんかいましたよ。すごい面白いですね、はい、でもスタジオはいくつかあったんですか。スタジオはね、日本テレビ開局の時は2つですね、はい、第1スタジオと第2スタジオ、しばらくしてから第3スタジオはなぜかないんだけど第4スタジオってのできまして3つになりましたけどね。ああそうですか。まあ NHK でもそうじゃないですか、1つか2つスタジオと言えるものはね。はい、住井先生が入社されたのは1958年ということで、うん、はい、テレビが放送が始まって、まあ、5年ぐらい経ったはい、頃というのは番組はある程度なんかもうちょっと違う感じになってたんでしょうか。それでもねまだ5年間ぐらいはあんまりテレビ視聴者の数も増えないし、はい、収入もそれほど上がりませんからね、5年間ぐらいはだいたい初期のあれと同じだったですね。僕が入社してしばらくしてから、まあ、その前にお昼の放送っていうのが始まってましてね、はい、それから僕が入社してからしばらくしてから朝の放送っていうのが始まるようになって、で、はい、朝とお昼の間に休憩があって、お昼と夜の間に休憩があってまた始まるっていうね、へ、時代でしたね。だからそんなに変わらなかった時代かな。生放送は生放送ですからね、まだビデオテープができてませんから。そうなんですか。しばらくしてからビデオテープがこんなものができたっていうんで2インチっていうビデオテープが導入されてね、はい、大きくテレビ変わりました、はい、それで収録が可能になったという収録が、で最初はでもね編集ができないわけですよ、はい、テープでね、だからまんま、だから生と同じように作って、そのうちに編集のね達人ができてね、はい、テープをちょっと斜めに切ってそれをうまく貼り合わせて継ぎ目が見えないようにするとかって技術がだんだんできてきましたけどね、はい、まあそういう、はい、ことはありましたね、時代もあったということですね、はい、まあ、ね、人として生です。家庭の受像機というのは各ご家庭に結構できた時は1953年2月 NHK 放送を開始した時に、はい、受信料受信機を登録するんですけどね、それが886台、886台、うん、東京都内にはね、だけども700台下回って600何台しかなかったと言われてますね。そうなんですか。だけど東京しか放送してないからね、日本NHK と日本テレビ知りませんでした。東京だ、関西はちょっと遅れますから、はい、で中継網も回線もないから東京、最初東京だけです、あらら1953年はね。そういうことなんですね。で、はい、受像機が何しろ600台とか700台ですから、そのうち増えますけど、当時ね高かったんですよ、はい、一番最初はアメリカから輸入するしかなかったですからね、テレビを作る技術にはなかったから、はい、そのうちに受像機を、はいはい、大型受像機高いんですよ、うん、へ、当時で何十万円ですからね、はい、今で言うとかなりな、年収の何倍かみたいな。そのうちに日本のメーカーで一番最初は早川電機っていうのがね、はい、後にシャープっていう名前になりますけど、
デジタルテレビなんかのパネ液晶テレビを作ったシャープですが、まあですね、早川電機っていう早川電機商会っていうのがね、はい、テレビを作り始めましてね。あ、そうなんですか。で、はい、日本製のが普及を始めだんだんに始めるんですね。あ、そうですか、はい、よくこう外あんまりテレビがまあ普及してなくって、うん、はい、テレビのあるご家庭にこう見に行ったとか、はい、そういう話も聞いたりしますけども、はい、テレビのあるご家庭に見に行くより前に、はい、まあ、NHK もそうなんですが、特に日本テレビが力入れたのはテレビの状況が少ないから、はい、アメリカからその大型テレビを、はい、今で言うと40インチぐらいですかね、40インチぐらい、まあ、繁華街、新宿とか渋谷とか、それから新橋の駅前とかね、それとも220台ね、アメリカが輸入したのを街頭に設置するんです、はい、でそれで、プロ野球とかね、ほう、プロレスとか、はい、生放送するとそこへ人が集まるんです。だから新橋駅前に何万人も集まったとかね。へえ。で見えないから電信柱によじ登ったとかね。ほう、電信柱まだいいんだけど、はい、木の枝によじ登ったりすると、はい、アナウンサーが中継放送しながら新橋駅前の方木に登っている方危ないですから降りてくださいとかね、そうなんです、叫んだりするっていうのでね、はい、でも熱狂的に迎えられたわけですね。はい、そういう街頭テレビっていう。そうなんですか。そういうプロレス中継なんて有名な方で力道山とシャープ兄弟の。シャープ兄弟知らないですけど、はい、シャープ兄弟って言うんですか。早川電機はだからシャープにしたのかもしれませんがね。シャープ兄弟っていう。ちょっと知らない話が出てきました。タッグマッチを組んで。そうなんですか。はい。はい、ああいうプロレス中継ってなんか記憶にも、うん、多少はあるんですけど。うんうん、あれって家のテレビで見たなっていう気がするんですが、きっと松岡さんのお家は裕福だったので早めに導入されたと思うんですね。いや、そういう街頭で、うん、そのプロレス中継を楽しんだというふうな、うんうん、なんかそういう、こう今思うとそれ逆になんか楽しいなっていう気もしますよね。うん、みんな夢があるなとい う、うん、こう楽しいっていう、珍しい、動くんですからね。本当ですね。で実際に野球の試合なんか見れて、はい、ホームラン打ったりするでしょう。そういうのみんな見入ったんですね。まあ、それがテレビの創生と、テレビジプシーって言って、はい、テレビのないうちの子供がテレビのあるうちの子供と友達になってそこ行ってね晩御飯の時も一緒にいてあれこの子誰みたいなことですか、うんうん、そういうのがいう時代がありました。続いてテレビがしばらくしてから普及するんですけどね。そうなんですか。さあ、普及して、まあ、ゴールデン黄金期というのがあるのかどうか分かりませんが、はいはい、まあ、いろんな番組がこう、うん、あったと思うんですけども、ね、はい、やっぱり黄金期ってあるんでしょうか。ありますね。それはかなり、はい、58年過ぎて、58年に僕が入社した年に皇太子のご成婚のパレードっていうのがありましたね、はい、三宅坂から麹町を通って東宮御所まで行くっていうパレードが、はい、それをテレビ中継、中継したんですね。へ、その頃にはようやくテレビ東京もできたかな。まだ NET はできてない、教育テレビはできてない、教育テレビって言うと分かんないな、テレビ朝日だな、まだできてなかった。 TBS と NHK と日本テレビが中継したんですね、はい、それをねみんな競って見たんです。大阪にも電波が行くようになりましたから。ようやくですか、その頃。それで受像機の普及がね、200万台ぐらいになったのかな。あ、まあ、そのご成功を機に、うん、だって800台が200万台ですからね。いや、それはすごいですね。すごい高度成長ですね、はい、うん、まあ、それで黄金時代がだんだん近づいてきて、面白い番組がいっぱいありましたね。当初はニュースはちょこっとだけど、音楽番組があって、お笑い番組があったりしたんだけど、ゴールデンアワーにアメリカのホームドラマとかね、パパは何でも知ってるとか、それからクリント・イーストウッドが主演したローハイドとかね、それからアメリカの漫画ヘッケルとジャッケルとかケルとジャッケル、ミッキーマウスクラブとかね
頭突きがこうね、あの悪さをする番組なんですけど、ね、そうなんですか。まあそのうちに日本のドラマも出てくるようになって、ワイドショーも出てくるようになって、音楽番組でシャボン玉とかシャボン玉ホリデーとか夢で会いましょうとか、だんだん本格化してくるんです。ああそうですか、はい、あの以前はそういう音楽番組もあの、うん、結構たくさんありましたよね。たくさんありましたね。各曲競うように、テレビっていうとまずね一に音楽ですか、ね、ゴールデンタイムに8時台とか、はい、そういういい時間に放送された、はい、ということがありましたけども、はい、まあ、そういうアメリカの番組が輸入されて放送されたというのは、うん、アメリカもやっぱり元気な時代というか、そうですね、アメリカもバラエティに飛んでましたよね。黄金時代ですね、はい、あの楽しいものからホームドラマから音楽番組もたくさんありましたですよね。ペリー・コモショーとかね、はい、あのアンディ・ウィリアムスとかアンディ・ウィリアムスショーとか、それ日本でも放送されたりしましたね、はい、そうですよね、はい、なんかすごくこう共有されているなっていう、うん、テレビも一種のアメリカ文化をこう日本に流入する一つの道具になって、ジャズなんか歌いましたからね、はい、しきりにジャズ音楽なんかがテレビで流れましたから、アメリカ文化を日本に導入する映画と並んでね、持ってくる一つの手段になったということは言えますね。本当ですね、はいはい、しばらくはやっぱりそのアメリカを見て学ぶということも、うん、日本のメディアとかそれから映画界にもあったかもしれませんね。さあこの後は、テレビの今のお話です。角さん、日本テレビの創設者、はい、正力松太郎さんのお話をこの番組でも一度伺ったことがあるんですけれども、はいはい、やっぱりどうでしょうか、この正力さんというのは大きな、日本の政治いろんなものに影響を与えたんじゃないでしょうか。まあね、一つは大衆文化に大きな影響を与えたということはありますね。テレビを導入したわけですから、はい、それからあれを持ってきた、テレビを導入し、野球を盛んにして、プロ野球を盛んにしてね、はい、遊園地を、読売ランドって遊園地作って、今の、USJ ですか、はい、ああいうような遊園地を最初に持ってきて、はい、まあみんなアメリカの受け売りなんですけどね、はい、大衆文化に貢献したっていうことは言えますね。ああそうですか、うん、ただ大衆文化だけじゃなくて、テレビそのものっていうのは大衆文化のアメリカでは娯楽の王座でしたから、それを日本に持ってこようっていうのと同時に、アメリカの側は日本を中国だとか朝鮮だとかロシアだとかと対峙している冷戦時代ですからね、そういう文化的にアメリカを日本の防壁にしよう、だから日本にアメリカ文化どんどん持ってきたい、それにはテレビが一番いいっていうんで、日本にテレビを建設する計画がアメリカにあったんです。アメリカが建設する計画、ね、あ、元々それを正力さんは利用して日本にテレビを持ってきたっていうことがありますから、非常にアメリカと密接な関係で、はい、持ってきましたから、でその時にテレビだけじゃなくて原子力も、原子力発電所も日本に持ってくるというのは正力松太郎ですから、はい、これは正力さんが自ら進んで、そうですね、持ってこられたんでしょうかね。正力松太郎の一つの基本的な政策として、はい、大衆娯楽のテレビと、それから原子力の、核兵器ではない安全な核だっていう触れ込みでね、原子力と2つを持ってきたんですね、はい、まあそれで今になってみれば正力松太郎なんだっていうことになってますけれども、そういうふうにアメリカからそういうものを日本に導入するために政治的に非常に動いて、まあその結果か、どっちが結果か分からないけども、国会議員になって、原子力長官、国務大臣原子力長官までなったんですけどね、まあテレビと原子力はそういう意味では
一体というとおかしいけども、アメリカのものを一体として日本に持ってくる時の分かちがたいものとして持ってきたということは言えると思いますね、まあ、大いにそういうものと結びつきながらメディアも、はいはい、発展してきたと。そうですね、ディズニーもそういうアメリカ政府に協力してましたからね、はい、だからディズニーの我が友原子力っていうアニメの長時間番組を日本テレビで放送して、はい、一挙一石二鳥っていうか一石三鳥ですよね、みんな喜ぶ楽しいアニメが、ディズニーのアニメが始まる、その第一は原子力で、原子力は安全だという結果的には宣伝になる番組を持ってくるとかっていう、まあ、そういうことがいろいろありましたけどね。あ、そうですか。テレビは政治的な武器だっていう側面もありますからね、まあ、両方にもなりうるという、これはこう安全神話に、まあ、利用されたという言い方もできますから、うん、そうですね、はい、まあ、ただテレビは同時に複雑なところがあって、楽しい番組、仮面ライダーだとか、あ、それから政治、社会的なノンフィクション劇場だとか、現代の映像とかかと思うと、テレビ小説のお花藩とかね、いうので人々の心をつかむっていう側面がありますから、はい、一概には言えませんけどね。作り手次第では、まあ、どのようにもなりうるという、うん、はいはい、そういう側面があるということですね、はいはい、そしてその黄金期があったテレビが、うんうん、今この視聴率が減ってるそうですね。いやね、減っててるっていうのはね、必ずしも正確ではないんです。あ、そうなんですか。例えばたくさん視聴率が高い番組があったの頃から比べるとね、例えばプロ野球がそんなに視聴率取れないとかなんかってありますけども、例えばロンドンオリンピックの時の視聴率だとかね考えれば、ドラマでも時々 20%、40% にまで達するようなのがありますね。スポーツもオリンピックだとか、それからサッカーのワールドカップだとかね、非常に高いでしょ、はい、日本の人々の視聴時間って平均視聴時間というのはあんまり減ってないんです。あ、そうなんですか、はい、3時間ぐらいあるんですね。日本人はテレビをよく見る方ですから。あ、そうなんですか。そうですか。アメリカ人に次いでよく見る視聴時間が長いんです。ららそうなんですか、はい、まあ、結構こうご家庭でテレビがついて、その、うん、あの今にテレビがついて、はい、あの見て い,、はい、いても見ていなくてもついているっていう状況っていうのは割と当たり前の、はい、今もやっぱり光景なんでしょうかね。で、はいはい、でデジタル化したでしょ、はい、だからね、もう一度テレビが大型になって、うん、茶の間っていうか今でね、はい、あの家族が何人かで複数で見るっていう状態にまた戻りましたからね。ああ、そうか、大型化すると、うん、まあ、個人視聴というよりはみんなで、それとテレビがくだらなくて面白くない、見るべき番がないというふうに一般的に言われて、それが当たり前になってますけども、はい、実際にはデジタル化によって、あの地上のデジタルだけじゃなくて BS っていうのがいっぱいできたでしょ、はい、で CS っていうのもありますね。それがリモコン一つで選択できるようになりましたからね、はい、BS を見る人、 BS はくだらないくない番組も結構ありますからあのテレビ通販もやってるけどね、はい、くだらなく番組もありますから、選択の幅が広がってますからね、分散はしてるんだけどね、あの昔のようにゴールデンアワーの番組に人々が集中するっていうことはないかもしれませんけどね、拡散しながらテレビを見続けられてる、まあ、選択肢が広がったと言えるんでしょうかね。はいはい、ただこう比較的私が残念だなと思うのは、はいはい、あのこうデジタル放送が始まって、うん、あのこう双方になる、どういう良し、うん、メリットがあるんだという時に、うん、こう双方向という話がありましたよね、うん、ただ実際に増えた番組というのは、うん、やっぱりそういう通販の番組とか、うん、あのそういうショッピングの番組がほとんどのように見えるんですけども、うん、そういう素敵なこう、BS なんかに見られるような、はいはい、なんか生かした番組っていうのはあんまりないなっていう、まあね、気がするんですが、双方向を生かすって言っても一朝一夕ではできませんからね、はい、やっぱり番組の中身、映画と同じで番組の中身が濃いかどうかっていうことが問われる、
だと思うんですね。技術的な問題はもうその舞台の後ろに引っ込んでデジタルに変わるときにそういうことが随分言われましたけどね。まあ絵が一応きれいになったとかくっきり映るようになったとかっていう程度はそんなに超えて、難しいことをテレビがやるというよりは、それはインターネットだとか iPad だとか iPhone に一部お任せして、テレビはやっぱり内容で勝負するっていうことでしょうね。まあ、私が生かしたというのは、はい、おしゃれなとか素敵なとか、うん、良い番組っていう意味なんですけども、はいはい、そうですよね、まあ、よく注意深く選択して見ていれば、はい、これはよく取材された番組だとか、はい、これはいい番組だなっていうのは、はいはい、NHK にも民放にも、はい、あるなっていう、結構選択すればね、そうですね、ちょっと見る時間がないほど次々にいろいろそういうの中身の濃い番組っていうのはあるというふうに思ったらいいですね。そうですね、昔のような長良視聴ではもはや、そうですね、なかなか捕まえられない、時間帯もばらけてるしチャンネルもばらけてるしね、深夜帯によく、うん、ああこんな、うん、よく取材された、はい、こう特集であるとか、はい、結構面白いものってありますよね。はい、まあ、やっぱりそういう、こう選択する目というのも私たちは持たなければならないなという気もします。はい、最近はですね、うん、そのインターネットがテレビの大きなライバルと言われておりますけれども、うんうん、放送と通信の融合とよく言われますが、うん、はい、こうネットを活用した、ニュースとか、うん、いろんな番組っていうのが結構増えてきましたね。それもありますね。視聴者の意見をネットを経由して放送局が受け入れるって行くというような形の番組が増えましたからね。と今までにない新しさがその中で生まれてきて来始めているっていうことが言えるんじゃないですかね。はい、某公共放送、うん、で、多分あれ1年近く前に、うん、ウェブニュースっていうのが、はいはい、深夜0時に始まったと思うんですけども、はいはい、あれが始まった時にはニュースって、はい、ちゃんと伝えるもんだろうというふうに人の意見なんて別に聞かなくていいんじゃないかなと思ったんですが、あれに慣れてしまうとやっぱりそういうスタイルもありなのかなとこの時代と思うんですが、どんなふうに専門家としては。そうですね、ニュースの、どのニュースを伝える必要があるかっていう選択が放送局の側が一方的に握っていたということから比べるとね、視聴者の意見を反映して、よくインターネットではランキングってあるじゃないですか、はい、でニュースにもランキングがあってね、人々の関心を引くようなニュースとか重要性を認識するようなニュースっていうののランキングが出ますからね、そのランキングを尊重しながら、人々の気持ちに沿ってニュースを編成するっていうこともできるようになったんですね。そうですか。アメリカでは新聞がこう閉刊になったりとか、うん、ね、いろんなそういうメディアの世界におけるこう変化というのがあるようですけれども、うん、はい、テレビはこれから一体どうなっていくでしょうか。アメリカと日本と少し状況が違ってましてね、アメリカの新聞とかテレビのローカルテレビの状況というのは非常に深刻ですけど、日本の場合はね、まだまだその人々とメディアとの関係がもう少しいいですから、日本はなかなかテレビが廃るっていうことは、まあ、新聞の場合はちょっと別としてね、テレビが廃るっていうことがなくて、このまんまやっぱり繁栄を続ける、広告費も入ってくる、そういうことになるような気がしますね。あ、そうですか、はい、そうすると日本テレビも NHK もみんなも頑張らないとダメですね。そうですね、やっぱり良い番組を、ね、作ってもらえばやっぱりそこですね。いいわけですからね。はい、わかりました。今日はテレビ60年のお話を伺いました。住井隆夫さんでした。